それじゃあね、ガードンさんの実験について復習しましょう。この実験のそもそもの疑問は、受精卵の核って本当にスペシャルかっていう疑問で、受精卵、今回登場するのはカエルの受精卵だけど、もちろん僕たちだって、元をたどれば受精卵1個の細胞だったんだよ。受精卵、受精卵って細胞分裂を繰り返していて、カエルの受精卵だったらオタマジャクシになるわけだね。で、何がこの受精卵の核って何がスペシャルかっていうと、この一匹の完全なオタマジャクシには神経もあるし筋肉もあるし、皮膚ももちろんあるわけだから、当時遺伝情報から体の構造が作られるってことが分かっていて、ってことはこの核の中には、このそもそものこの核の中には神経細胞に特徴的な遺伝子、神経の遺伝子とか、あと筋肉の遺伝子とか、もう書ききれないけど、皮膚の遺伝子とか、ね、全ての遺伝子がこの核の中に入ってなきゃ、完全なオタマジャクシにはなれないよね。ね、神経も筋肉も作られていくわけだからね。こんな意味で、ああ、受精卵の核って全部の遺伝子が入っていてすごいねって、ね、みんなそう思っていたの。神経の細胞には神経の遺伝子しか入ってないって思われてたね。皮膚の細胞には皮膚の遺伝子しか入ってないって思われてたの。まあ、常識的っちゃ常識的だよね。だって僕たちもさ、数学の時間にはさ、机の上には数学の教科書しか出さないじゃん。ね。社会の時間には社会の教科書しか机の上に出さないでしょ。ね。神経細胞には、神経細胞は神経の遺伝子しか持ってない。まあ、常識的っちゃ常識的だよね。一見もっともらしいよね。で、ガードンさんは、それ本当って思って、ちょっと実験をしてみたんですね。カエルの未受精卵をまず準備します。どんな実験したかっていうと、まずカエルの未受精卵を準備します。受精してない卵にね、未受精卵。で、この未受精卵の核を紫外線で壊してしまいます。もう、発生はできませんね。もう細胞分裂はできませんね、なんかね。核を壊してしまいます。このままじゃね、絶対細胞分裂なんてしない。だけど、別のオタマジャクシ用意して、で、そのオタマジャクシの体細胞を取ってきます。体細胞って普通の細胞って意味ね。体細胞。受精卵じゃないよ。体細胞。で、この体細胞の核を移植してあげます。まあ、ね、一見、移植したところでって思うよね。例えば、この体細胞が皮膚の細胞だったら、ね、当時の科学者は皮膚の細胞には皮膚の遺伝子しか入ってないと思ってるんだから、まあよくて、その核移植したって、まあよくて、ね、せいぜい皮膚の細胞になるだけだよね。皮膚の遺伝子しか入ってなかったらね、もしね。皮膚の細胞に皮膚の遺伝子しか入ってなかったら、せいぜいその核を移植された細胞は、せいぜい慣れたとしてね、慣れたとして皮膚だよね。慣れたとして皮膚の細胞だよね。ところが、この実験繰り返したら、一部は、細胞分裂繰り返していって、普通のオタマジャクシになったっていうね。オタマジャクシになっちゃったのって、どういうことって、このオタマジャクシに神経はあるんですかって、いや、もちろんありますよ。筋肉はあるんですか、ありますよ、もちろん。皮膚はあるんですか、ありますよ。赤血球なんかあるんですか、もちろんありますよ。つまり一匹のオタマジャクシになれたってことは、この核に受精卵と同じように全ての遺伝子が入っていたことに他なりませんね。つまりこの核にね、この核にね、これがガードンさんの証明した1個で、全てのほぼ全ての体細胞には全ての遺伝子が入っている、ね、ほぼ全ての体細胞の核は全ての遺伝子を持っている、ね、
皮膚の細胞の核は皮膚の遺伝子だけがスイッチオンになってるだけで、神経の遺伝子も筋肉の遺伝子も全部持ってるってことが今では正しいと分かってます。ほぼ全ての体細胞、我々もだよ、我々もほぼ全ての体細胞は全ての遺伝子を持っている。ちょっとね、例外があるんだけど、例外はあるんだけど、机の上にね、数学の教科書しか出していなくても、ね、机の中には全ての教科の教科書が、ね、入っているんだね。のと同じだね。これがガードンさんの実験でした。iPS 細胞の研究の基盤となっている実験ですね。しっかりマスターしましょう。